テスラがついにマスタープラン第4章を発表しました。内容は AI、ロボティクス、そして持続可能な豊かさという壮大なテーマです。しかし、その中身をめぐっては賛否が大きく分かれています。これは未来を変える革新的なビジョンだという声もあれば、抽象的すぎて現実味がない という厳しい評価もあります。果たしてこのマスタープランの第4章はテスラにとってどんな意味を持つのでしょうかおはようございます、ケンです。今日はその全体像とメディアや投資家の反応、そして僕自身の視点を交えてわかりやすく解説をしていきたいと思います。 テスラのマスタープランはこれまでに3つの章が発表されています。まずはその流れを簡単に振り返っていきましょう。最初のマスタープランは2006年に発表されました。スポーツカーを作り、その収益でより手頃なモデルを開発し、さらに大衆向けの車を展開する、そしてゼロエミッションの発電を提供するという流れでした。このプランは実際に実現され、 テスラは EV のリーダーとしての地位を築きました。 続いては2016年の第2章では全ての主要車種の電動化、自動運転の開発、ソーラールーフと蓄電システムの統合などが挙げられました。しかしこの段階で完全自動運転やソーラールーフの世界的普及といった目標っていうのはまだ達成されていません。そして2023年の第3章では40ページに及ぶ ホワイトペーパーとして発表されました。そこでは世界規模での持続可能なエネルギー経済へ移行するためのデータとシナリオが示されていました。ただし具体的な製品ロードマップはなく実務的な計画というよりも大きな方向性を描いた内容でした。このようにマスタープランは テスラの成長とともに進化してきました。そして今回の第4章はこれまでの流れからさらに大きく視点を変えています。今回のマスタープランの第4章で打ち出されたテーマは持続可能な豊かさです。テスラは AI とロボティクス、そしてエネルギー技術を統合することで制約のない持続可能性を実現しようとしています。 具体的には3つの柱があります。1つ目は自動運転モビリティです。フルセルフドライビング、いわゆる FST の開発を軸にロボタクシーの展開を目指しています。特に2024年に発表されたサイバーキャブのような新しい形の車両は安全で効率的な移動手段を提供し、所有者に収益をもたらすことを狙っています。2つ目はヒューマノイドロボットオプティマスです。 繰り返し作業や危険な作業を代わりに行い、人間がより創造的な活動に専念できる未来っていうのを描いています。 ただし、これまでのデモでは人の手助けが必要で、その実力に疑問もまだ残っている状態ではあります。三つ目はエネルギーソリューションです。パワーボールやメガパックといった既存の製品を基盤に、クリーンな電力を大規模に供給し、電気代をより安価で安定的なものにしようとしています。こうした三つの柱を通じて、テスラは AI を物理世界に導入しソフトウェアとハードウェアを一体化させた新しいビジョンっていうのを提示しました。マスタープラン4に対して各メディアやアナリストの反応は大きく分かれています。ここからはその代表的な意見っていうのを見ていきたいと思います。まず、テスラ寄りの視点を持つメディアでは 理想的な未来像として評価する声がありました。AI とロボティクス、そしてエネルギーを組み合わせることで人類に新しい繁栄をもたらす可能性があるとポジティブに捉えています。一方で、エレクトレックやテッククランチのような媒体は厳しい評価を下しました。文章が抽象的すぎて AI が自動生成したように見えると表現したり、 具体的な数値やロードマップが欠けている点を強く批判しています。また、インサイド EVs は EV が主役から外されていると指摘しました。これまでテスラは電気自動車の普及を使命に掲げていましたが、第4章では AI とロボットに重心が移り、EV 事業が後回しにされていると懸念を示しています。 このようにメディアごとに評価が大きく異なり第4章は賞賛と批判が入り混じった内容となっています。では僕自身の率直な印象っていうのを話してみたいなと思います。まずテスラファンとしてはとてもワクワクする内容でした。AI やロボティクス、そしてエネルギーを組み合わせた持続可能な豊かさというビジョンはテスラらしい壮大な挑戦だと思います。もし実現できれば人類の生活や 産業に大きな変化をもたらすす可能性がありますそして先ほどインサイド EV 図の方ではテスラの EV が主力が外れているというふうな指摘がありましたけれどもこれは今後当然起こってくると思いますこれからテスラっていうのは EV がメインではなく AI やエネルギーやロボティクス これをメイン企業としてやっていくと思いますので EV の重点っていうのは今後どんどん下がっていくんじゃないかなと思います一方で投資家としての目線で見た場合には少し慎重にならざるを得ません具体的な数値目標やタイムラインが示されていないため実際にどのように事業が進むのか これが見えにくいからです。過去のマスタープランでも未達成の項目が残っているので、第4章の実現性を冷静に判断する必要も当然あります。また、EV の販売が減少傾向にある中で、AI とロボティクスにシフトするっていうことは、確かにワクワクすることではあるんですけれども、果たしてテスラ全体の成長につながっていくのか、収益性がどうなのか、 っていうのもこれも今後の重要な論点だと思いますつまりファンとして見た場合には夢が広がる一方で投資家として見ると実行力と成果っていうのを注視したいそんな複雑な気持ちを抱かせるのが今回のマスタープランの第4章だと思いますはいではここまでテスラのマスタープランの第4章について解説をしてきました ai とロボティクスそしてエネルギーを統合し持続可能な豊かさを実現するという壮大なビジョンは あ。 多くの期待と同時に懸念も呼んでいます。一部のメディアや投資家は未来を切り開く挑戦と評価していますが、一方では抽象的で具体性に欠けるという批判する声もあります。テスラがこのプランをどこまで実行に移せるのか、これからが注目のポイントになってきます。皆さんはこのマスタープランの第4章をどう感じましたか夢のある計画だと思いましたかそれとも現実性に疑問を持たれていますかぜひコメントで教えて いいただければと思いますはい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど漏らすると思いますのでチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追信です。 推進のおまけということで、マスタープランについてぶっちゃけなトークをね、してみたいなと思います。個人的には、テスラが描こうとしているプランに対して批判する記事はありましたが、もしそういった未来をテスラが作ったならば、ワクワクしないのかなーって僕はね、思ってしまいます。まずは大きな夢を描く。そこに向かってどうやったら達成できるのか、それを明確にして取り組んでいく。人類はこれまでそうしていろいろな開発をし、進化してきたわけです。 もちろん何か大きな目標を掲げると一定の批判は入ります。そういった批判とかを全部乗り越えた人。 企業っていうのが世の中を変えるわけです。テスラには今後も色々な批判が入ると思いますが、そういった声を全部跳ね抜けてワクワクするような未来を作ってもらいたいと僕は思います。そして今後も期待して情報を収集し、YouTube や X で情報を発信しつつ自分自身もテスラ製品を愛用し、テスラのある生活っていうのをね、楽しんでいこうかなって思います。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。